3本ぐらいしかまだ飲んでないんですけれどね、飲んでちょっとつけたりしたんです。休む前にちょっとこうまずは飲みます。そしてあとはコットンに含めてたっぷり含めて、そしてこう全部片方だけ貼って、そしてサランラップをつけて、そしてこう蒸発しないようにこうしておくわけですよね。そして10分か15分ぐらい、2日間やったんです。夜やったんですけども、そして皆さんの前に行ったら、浅井さん顔どうしたの、こっち下がってって言うんですよ。この頬骨がね、見て両方比べたら分かった、頬骨が上がるのと眉が上がるのと目が大きくなるのと、この辺の口がキュッと上がるのと、わキュッと締まる、引き締まるのようです。この辺がね、多分同じですか？